そうですね、今はやっぱり毎回ホールショットというか予選1位で通過している平坂さんがマシンも速いしライダーも乗れてるなっていう、ま、乗れてるなって言い方はあれですけどただそのやっぱり毎回ホールショットで来るんでやっぱ手強いなというか、スタートで自分は前出たいなっていうのはあるんで、まず平坂さんに一言です。自分が前は多分出れないと思うんですけど、後ろから頑張って追いつくんで待っててください。さあコールが出ました。エンジン始動、ライダーホームダウン、シグナルが赤から間もなく青に変わってゲームオーブスタート切ってきた。さあ飛び出してきた、バックホールスタート、勝利への近道、先に先勝するのはどのライダーとなるんでしょうか。さあインコースのトップ、アウトコースのトップがファーストに一緒に飛び込んでいく。そして高枠から好スタートを切ったのはオレンジのマシンマテッキナンバー99番平坂優勢、クラーレシルからファーストに一緒に飛び込んでいく。先に入ってきた、これはシグナーのエンダーのマシンだ。さあそしてホームストレートに戻ってくるトップライダー、さあトップグループが戻ってきた。これはなんと小原君だ、久々の参戦。こちらからまず乗ってくるはずなく高橋小原、ホームストレートに戻ってくる。さあ松方が上がってきた。そして桜井ダンスもここに潜んでいる、ドイツに残っている77番の石川知明。さあこの ABC の若者でプロスキーの若者久々の参戦となりますが、さあ小原がなんとかトップを守りきっています。そして平坂続く、攻めてくる片山塚さん、しかし片山現在まだ3番で逃げ切れるか、セカンドキープなるか平坂優介、それを売り込んできた片山塚さん。そして17を抜いにセカンド争い、さあ先にダウンして大きく外全速ダウンを決めて片山千佳が一気にここで2番で浮上となりました。ホームに戻って直線コース、そして VTR を続く片山千佳さんの後ろ入る平坂雄介ですが、なる最後はもう一度外からアウトコース、そして最後は分かれてきた片山千佳さん。さあそして平坂もインコース先に入ってきた、アウトコースから小原と中志がしっかりとここでマーク。そして平坂の前には片山がいる。さあ片山千佳が先に15番 V を通過、そしてチェッカーフラッグはホールトゥウィンを見事決めてきた。チェッカーナンバー3番小原と中志、連結スポーツクラブ運命へトップフィニッシュ。そうですね、さあこの第7戦は勝った、これからいい子が出てくると思うんで負けないように頑張っていきます。ありがとうございます。とりあえず小原君おめでとうございます。